食らいつけ、派手に暴れてやる。風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。おエリ、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。粗相様、この風ずっと吹くだか。うん、どうかしたのか。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、キャチョ。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずか時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。うん、風向きが変わったらどうなるという。奴らが木屋でも打ち込んでくる。まさにそのとおり。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。この大河に劉備と孫権の命運を断つ。我が盛況なる彰子を奮戦せよ。遠寧、北側に孫権軍襲来。気をつけ乗り込んできました。北の敵は襲う。真の狙いはこちらの船団を燃やすことにある。深追いする必要はない。恩人を守る方法もしかしない。これは守りたいんだぜ。そう、いいと来たんだって。手待ちながら加勢する。我らが盾となろう。あそこで戦ってる味方を助けるだよ。おい、今行くからな。この西京が相手だ。さあ堂々勝負せよ。ちょっと痛いぜ。勝負は次回に預けよう。さらば強敵を。
たぜ。これは船同士をつなぐ連関の剣か。このままでは家計で大打撃を受けるが、この策の主多分俺が知っている男だ。探そう。俺についてきてほしい。お見事、見せつけてくれますな。君か。この大船団に連関の剣、さすがだ。バレちゃしょうがないね。邪魔はさせないよ。敵の喉笛へと食らいつくぞ。本人を強襲し孫権を討つのだ。
番倒産。次会った時に倍返しさせる。楽しくなってくる。やってやれ。こちらの策をごとく。そうそう、これでも私の計算を上回っているはずですね。ちょっと痛いぜ。この物体は筋書きと思います。勝負の孫悟、その王者の力見せてくれる。
おめえを倒せば本大将の天下は目前だ。悪いが全力でぶちのめさせてもらうぜ。完璧とも呼べる形で制することができた。お前たちの武勇と知略にこの総猛徳心から敬意を示す。さあ我らの勝利だ。みんな勝ち抜きをあげよう。